ハミギタンさんはフィリピン、東ダバオ州にある標高1637メートルの山である。ハミグイタンさんと表記するメディアもある。その山と周辺地域は、フィリピン国内では有数の多彩な野生生物の生息地になっており、そうした野生生物の中には、ネペンティスペルタタのような固有種を複数含む、ウツボカズラ族や、金メ滅種のフィリピンワシが含まれる。 ハミギタン3域野生生物保護区はその産業一体に設定された野生生物保護区で2004年に6834ヘクタールで設定された後2007年には革新地域6348.99ヘクタール干渉地域783.77ヘクタールの計7132.76ヘクタールへと拡大され2014年には ユネスコの世界遺産リストに登録された。この山には約2000ヘクタールの森林保護区が設定されている。その森林群は、チョーク鉄室の土壌で100年育ったワイリンが特徴であり、動物省、植物省とも、希少種、固有種、絶滅危惧種などを多く含む。ハミギタンお及びハミギタン産域野生生物保護区は、ミンダナオ島南東部にあり、行政上は、 東ダバオ州の町市、ュドロ町、ガバナー・ジェネロソ町にまたがっている。クジャダ半島に位置するその山寮は南北に伸びており、保護区内の最低地点は、標高75メートル、最高地点は1637メートル、最高峰は、マンサドク独ン内地ファミギッタンミネと呼ばれている。年間の平均気温は27.8度で、最も低い1月でも20度を上回る。 月ごとの降水量の平均は126ミ、mm、リメートルで、年平均湿度は98%になる。常日のように保護区内の標高は75メートルから1637メートルで、標高の低い順に熱帯雨林、雲霧林、ワイリンと植生が変化し、それらの範囲内に植物957種、動物423種の 千三380種が確認されている。うち、固有種は341種である。植物症は166か427属957種が確認されており、うち163種がフィリピンの固有種である。特にウツボカズラ属は8種生育しており、これはフィリピン国内で見られるものの6割近くに該当し、ウチネペンテスハミグイタネンシスを含む三種は、 ハミギタン酸の固有種である。957種の内訳は、多い順に、騎士植物723種、シダ植物164種、ラシ植物27種、仙類17種、コケ類、地衣類各13種となっている。皿の貴族には、金全滅種2種、気球種3種が含まれ、植物種では他に、金全滅種、絶滅危惧種、 気球種が合わせて30種生育している。ミンダナオカオグロ最長鳥類は108種が確認されており、ことに近前滅種のフィリピンワシとフィリピンウォームは世界遺産委員会の決議文でも特筆されている。また、フィリピンワシの映像地が保護区内に適切に含まれているかどうかは、世界遺産登録に際しても論点となった。他に、絶滅危惧種が一種、気球種が十一種、 近畿九種が一種含まれており、ハミギタン三域や生生物保護区は、バードライフインターナショナルによって、重要野鳥生息地に選定されている。哺乳類は、フィリピンヒゲのシシなど26種で、うち15種はコウモリである。両生類と爬虫類は特に固有種が多く、前者は75%、後者は84%が該当する。腸は142種確認されており、 ここでしか見られない4種以外にも、さらに40種の固有種が生息している。ここでしか見られない蝶のうち、ワイリンに生息する、飾りリシロ蝶族の一種は、日本人が発見したものであり、そのデリアスマグサダナは1995年に、報告された。ハミギタン3域野生生物保護区は2001年に、設定が決まり、その年には、重要野鳥生息地に選定された。 野生生物保護区は2004年に正式に設定され、2007年には範囲が拡大された。世界遺産の暫定リストに記載されたのは2008年9月10日のことだが、その時点ではアポさんと一緒にアポさんとハミギタンさん、ミンダナオの固有生物保護区群という名称になっていた。しかし、翌年12月21日にはアポさん自然公園と、 ハミギタン産域野生生物保護区という2件に分割して記載し直された。このうち、ハミギタンの保護区が生物多様性の価値を根拠に正式推薦されたのは2012年1月30日のことだった。世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保護連合は同年10月の現地調査なども踏まえ、翌2013年4月に勧告を出した。その内容は、 生物多様性について、顕著な普遍的価値を認め得る潜在性を指摘しつつも、範囲設定が完全性を満たしていないことなどを挙げ、登録延期を勧告した。それに対し、その年の第37回世界遺産委員会では、一段階上の情報紹介決議となった。フィリピン当局は決議も踏まえて、登録範囲の見直しなどを行い、改定した。 推薦書を2014年1月13日に提出した。それに対する IUCN の勧告は登録で、その年の第38回世界遺産委員会で勧告通りに登録が認められた。フィリピンの世界遺産としては、1999年のプエルト・プリンセサ地底下線国立公園と美顔歴史都市の登録以来、15年ぶり6件目の新規登録である。 この世界遺産の正式登録名は、英語、マウントハミグイタンレンジワイルドライフサンクチュアリ及び、フランス語、セインクトゥーヤデフォイデフロアソバージュデラチャイネ、ジュモントハミグイタンである。その日本語訳は、以下のように揺れがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。なお、フィリピンの世界自然遺産は、トバタハ岩礁自然公園。 プエルトプリンセサ地底下線国立公園に続き3件目だが、いずれの物件でも基準は適用されている。はみぎたんの盆栽林。ありがとうございます。